はぁ、もうほんと日本の男って、優しくないわよねー。え、なんでって、あなたたち、台湾って知ってる？あの国ではジェンダー平等がすごく進んでるの。だからレディーファーストが定着しているのよ。それなのに何？日本の男は、荷物も持たない、ドアも開けない。はぁ、早く日本から出て行きたい。霊夢さーん、マリサさーん。なんだなんだ、どうしたんだ、キメイマル。お二人は、荷物を持ってくれなかったり、ドアを開けてくれない男性に対して、どうお考えですか？荷物は自分で持つのが当たり前だし、ドアは先に入る人が開けるか、先に立ってる人が開けるでしょ。キメイマル、私たちが家にいるときは、何もせずにゴロゴロして、飲み物とか持ってきてー、ってお願いしていることを、怒ってるのか。ああ、そういうこと。ごめんごめん。謝る気ないでしょう。その話は置いといて、今回は別件ですよ。じゃあなんだなんだ。私たちだっていつでも誰かに、おんぶに抱っこしてもらってるわけじゃないぞ。ついフェミさんですよ、ついフェミさん。ついフェミさん。またまたついフェミさんが何か言ってるの。ついフェミさんが一行だけで、矛盾を言うという、素晴らしい技を披露されたんですよ。どういうことだ？キメイマルー、その話もっと詳しく教えてよ。はい、わかりました。今回はついフェミさんなりのジェンダー平等、レディーファーストへの意見について、一行で矛盾を言う、素晴らしい才能を見せていただきましょう。視聴者の皆さん、一行ですからね。一行。一行ですので、早技すぎて見逃さないように、目をかっぽじってご覧ください。それじゃあ今日も、解説レッツスタート。それでは早速、ついフェミさんの、素晴らしい技を披露していただきましょう。こんな序盤で見てもいいの？チップ払った方がいいんじゃないのか。お題は結構、尺も取らせません。それじゃあついフェミさんの、素晴らしい発言をとくとご覧ください。台湾人の友達に、日本人の男は優しくない。荷物を持ったりドアを開けたりさえしてくれない。台湾ではこれが普通。あなたの彼氏もそう？って聞かれた。ジェンダーの平等が進んでいる国では、レディーファーストの概念が、すごく定着していると思う。さあ、すごすぎるついフェミさん。さすがだよー。もう一回だけ、見逃している視聴者さんもいるかもしれないし。じゃあもう一回だけですよ。ジェンダーの平等が進んでいる国では、レディーファーストの概念が、すごく定着していると思う。リピート、アフター、ミー。ジェンダーの平等が進んでいる国では、レディーファーストの概念が、すごく定着していると思う。いやこれすごいね、よく思いついたもんだ。才能の塊でしかないよな。これには世界も驚くぜ。世間様はついフェミさんに対して、どんな反応をしているのかな。夫に冷凍の料理を残してあげてた。妻に対しては甘やかすな。自分のことは自分でやらせろ。って言ってたので、平等に、しましょうかね。フェミさんが言いたいのは、ファーストの部分で、聞こえがいい。ファーストに過剰な期待をしてるだけだと思う。実際フェミ騎士がレディーファーストを、実行してるか疑わしい。矛盾って知らないんやろな。ジェンダー平等が進むと、レディーファーストが浸透するとは、これまたなんとも不思議な話ですね。おそらくついフェミさんの中では、紳士的、淑女的、というような、性別を特別視するような言葉は、忌み嫌うものなんだろうけど、いざ自分が一段下がったような扱いを受けるような状況だと、途端にそれを持ち出す、結局自分中心なんだろうな、と。すげえ矛盾に気づいてないのが痛いやっちゃな。だから俺はいつも思うんだ。彼女らが望むのは男尊女卑をなくし、男女平等になる世界じゃない。男尊女卑から女尊男卑の世界に変わることなんだ。ジェンダー平等だと逆に、レディーファーストはご法度なんですけどね。昔フェミニスト女子の、知人の荷物を持ってあげようとしたら、怒られました。私は怪我も病気もしていないから、これぐらい持てる。あなたが怪我や病気したら荷物を持ってやる、そういうもんやろ、と説教も受けた。男女平等なら、自分の荷物くらい持ちなよ。さすがに呆れるわ。ちなみに王佐、イェークストロム氏、スウェーデン出身の漫画家、女性、は絵画専門学校での男子は放課後教室に残って机片付けるの手伝え、ってのを不平等だと思った、って書いてましたね。
妄想で発言してるから論理破綻してても問題ないんだな。ちゃんと幸せに生きてる女性はこんな考え方してないし、こんな人キモいって思ってるから世の女性のこと誤解しないでほしい。この人の周りがってこと、類は友を呼ぶと言いますからね。清純派 AV 女優ぐらい矛盾してる。まあ荷物持ちとかドア開けといたりくらいしてあげたらええやんとは思うけど、平等が進んでる国でレディーファーストというのはあたおかとしか思えんな。荷物を持たなかったらレディーファーストが定着していない、持ったら男女平等を否定しているというのでしょう。単になん癖つけたいだけ。これ前から思ってたけど本当に矛盾してるんだよな。多様性とやらの先進国である欧米がその一方でレディーファーストを称賛する国という矛盾。平等を目指してるのか何なのかさっぱりわからない。もしかしてとりあえず女は持ち上げとけばいいんだってのが多様性男女平等なの。私の夫は重い荷物は持ってくれるし、私の補強に合わせてくれる。私は私でファミレスで二人分の水を注ぎに行くのは私がやってる。そのパワーバランスで満足してて、日本を特に男女不平等社会だとは特に思ったことない。この手のフェミニストマジうざい。台湾の男性からこんな状況だから台湾男性の結婚願望が低くなっていると聞いたことあるのだが、このコメント繊細すぎるでしょ。本当にすごいよな。フェミさんってレディースデーや女性専用車両の動画でもわかる通り、やっぱりついフェミさんが望む世界はジェンダー平等なんかじゃなく女性優先女尊男卑の世界なんだろうな。世間様の反応の中ではこのついフェミさんはレディーファーストの意味を知らないのか、レディーファーストは逆行為だというご意見がありましたので、レディーファーストについてついフェミさんでもわかるように解説していきますねついフェミさん曰く、レディーファーストとは女性の荷物は棒が持つのは当たり前、女性の通るドアは棒が開けるのは当たり前、棒はいつだって女性のことを思いやり女性のために動いたり力を使ったりする、このような言葉となっています。意味なし。確かに世間でもレディーファーストとは男性が女性のために車のドアを開けたり荷物を持ったりするこの女性を尊重するような行動がレディーファーストとしてこれが欧米のマナーだと扱われていることがありますが、実際は女性が先に男性を迎えるために準備をしたり先に退出し余計な会話や余計なことをしないというような意味を持つ言葉なんです。あれあれ、これってついフェミさんの大嫌いな男尊女卑なんじゃないの。さらにドアを開け女性を先に入らせる、これは急な銃撃が来てもいいように女性を盾代わりとしていたという説もあるようですね。アウトじゃん。その説がマジだったらついフェミさん絶対泡吹いて倒れるだろ。つまりレディーファーストとは女性優先ではなく男性優先男性を尊重するための言葉なんですよ。ああ、この前の動画に引き続き、またまた無知を、世間様についフェミさんが、さらけ出してしまったってわけね。このレディーファーストという言葉が、ついフェミさんはジェンダー平等の国では、定着している、とおっしゃられていましたが、実はついフェミさんの大好きな、ジェンダーギャップ指数上位国である、スウェーデンなどでは、両面価値的性差別、つまり差別だとして、嫌われている言葉のようですね。あれれー、ついフェミさん息してる。一行で矛盾を言っちゃってるあたり、もうすでに息してない可能性あるよ。はい、ですので、ついフェミさんの大好きな、レディーファーストという言葉は、本来は男性を尊重するための言葉なんです。ついフェミ語で直すと、名誉男性が、棒のために飯炊きおなほとなってあげたり、陳予ししたりすることが、レディーファーストなんですねー。視聴者のみんなは今回の動画について、どう思ったかな？みんなの感想をコメント欄で私たちにバンバン聞かせてちょうだい。今回の動画が良かったら高評価、良くないと思ったら低評価を押してくれだぜ。まだまだ動画投稿が不定期ですので、私たちの動画を見逃さないよう、通知音も忘れずにお願いいたします。じゃあ、まったねー。